エリザベス・シングルトン・モスは、アメリカ合衆国の女優。ザ・ホワイトハウスの大統領令嬢、ゾーイ・バートレット役、マットメンのペギー・オルセニ役、ハンドメイズ・テール、次女の物語のジューン、オブ・フレット役で知られる。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父は、イギリス人でレコード会社社長兼音楽マネージャー。母は、ブルース・ハーモニカ奏者。 アメリカとイギリスの二重国籍を有する。1990年からテレビやコマーシャルへの出演をはじめ、ピケットフェンスなどテレビ、映画で子役を演じた。1999年から2006年まで NBC のヒットドラマ、ザ・ホワイトハウスでマーティン・シーン演じる合衆国大統領の末娘ゾーイ・バートレット役を演じ、25エピソードに登場している。 また同じ1999年に映画17歳のカルテでアンジェリーナ・ジョリー、ウィノナ・ライダーと共演した。2007年からは多くの賞を獲得している人気テレビドラママットメンで広告会社で出世していく女性ペギー・オルセン役を演じて脚光を浴びた。ドラマのシーズン1ではモスが演じるペギーは自覚のないまま妊娠、出産をするという設定であった。 モスは体重を増やすことはしなかったが、太ったように見せるため身体にパッドをつけ、顔や首にプロセティックを貼っていた。モスはペギー役により、2009年にサテライト賞、テレビドラマ部門主演女優賞にノミネートされ、また同年にエミー賞主演女優賞にノミネートされた。2009年には映画、噂のモーガン夫妻に出演した。 2017年に主演また制作も務めた、フールの、ハンドメイズテール、次女の物語で、エミー賞主演女優賞を受賞。マットメント、トップオブザレイクから消えた少女で7度ノミネートされた、モスにとって、8度目のノミネートで悲願の初受賞となった。2009年、サタゲーナイトライブの人気コメディアンで、15歳年上のフレッド・アーミセンと結婚した。 2011年5月に離婚。モスはサイエントロジーの信奉者でもある。ありがとうございます。